かしら。ほら、待っててあげるから、あんたのペースでいいわよ。疲れちゃった？私に任せて、休んでていいよ。何が入っているのかしら。何が入っているのかしら。どうしたの？目的地はまだ先よ。さあ、地図を確認しましょう。疲れたの？もうだらしな。って、そんな顔しなくたっていいじゃない。今どこにいるのかしら。どこに行くの？疲れちゃった？私に任せて休んでていいよ。地図を確認しましょう。ほら、待っててあげるから、あんたのペースでいいわよ。少し早かったかな。もっとゆっくり行くね。今どこにいるのかしら。さあ、地図を確認しましょう。案内、任せたわよ。えい。記録しますの？私に任せて休んでていいよ。さあ、地図を確認しましょう。どこに行くの？どうしたの？目的地はまだ先よ。えい、ですわ。早かった？そうなら、ゆっくりにしてあげるけど。宝箱を見つけましたわ。案内は任せていいかな？今、どこにいるのかしら？ごめんなさい。疲れちゃった？私に任せて休んでていいよ。しなって、そんな顔しなくたっていいじゃない。
任せたわよ。ほら、待っててあげるから、あんたのペースでいいわよ。目的地はまだ先。さあ、地図を確認しましょう。少し早かった？そうならゆっくりにしてあげるけど。少し早かった？そうならゆっくりにしてあげるけど。到着しましたわ。2回くらい記録しないと落ち着きませんわ。今どこにいるのかしら。来たわね。マジかね。そうね、今の私はマジェコンヌでもあるってことよね。その口調は。もう一人のアーシー、もしかしてアーシーの声が届いて。いや違うぞ、この体の主導権は常に私が握っている。意識はこいつと共有したまま、私が体をコントロールして戦うのもどうかと思ってな。別人とはいえ大好きなお友達真帆の姿でお前を徹底的に痛めつけてやろう、ネプギア。最低。本当に性格最悪よ。さあ決戦と行こうではないか。もう一人の足、本当にそれでいいの？今さら無駄なのよ。強敵ですわね。ですが引いたりしませんわ。さあ終焉の幕開けだ。この姿で八つ咲きにしてやる。ネプギア、プラネティ、貴様の首を届けてやる。貴様の無様な姿、国民どもに見せつけてやるのだ。いつにも増して性格悪い。ネプギア、このやつやっつけちゃうよ。少しはやるようだ。いいぞ、そうでなくてはつまらん。では、そろそろ本番と行こうじゃないか。あれは、IS クリスタル。何をするつもり？あ
アイエスクリスタルに吸収されたシェアエネルギーをこの身に宿れ、破滅の未来へ導く力の糧となるがいい。まさかあいつ今までアイエスクリスタルに集めたシェアを全部自分のもとに。そんなにたくさんエネルギーを集中させたら体が耐えきれるかどうか。女神化した。いいぞ、もっとエネルギーを取り込め。これがもう一人の真帆ちゃんの本音。きっと足はさ、誰も手を差し伸べてくれなかったんじゃないかな。だから助けてって言葉も言えず、ずっと一人で頑張ろうって抱え込んでたのかも。だからさ、キヤチ、足を解放してあげよう。もちろんだよ、私たちは絶対に負けないから。強敵よ、気を引き締めなさい。それでもいいから助けて。仕上げよ。こんなに苦しんでるのにまだ戦わせるのか。どの口が言いやがる。最低最悪の。さあ立っていられるかしら。一言につきますわね。あなたはこの。もう終わり。次はもっと遊ぼうね。